DMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、テルでーす。山崎でーす。エスの佐藤でーす。小柄の小池でーす。本当です。俺が変な流れ。こんなことしたことない。したことないけど。10月23日セカンドアルバム超現実中央過ぎ宣言をリリースするぞ。やったぞ。ありがとうございます。笑いが止まらないですね。山崎さん、やっとできたよ。やっとできた。笑いが止まらないぞ。けんちゃん、内容を聞きどころをちょっと言ったってくださいよ。いいですか。いや、もうドドンと、まあ、15曲入っております。たくさん入ってます。そしてたくさん入ってます。たくさん入ってますけど、うん、まあ、でもね、本当に何よ、やめてよ。そうそれ、あ、じゃあいいっすか。あ、僕ですか。聞きどころ、そうですね、聞きどころは、まあ、いろんな曲が入ってるので、はい、激しい曲だったり、はあ、もう壮大な曲だったり入ってますので、はいはい、まあ、お好きなように聴いていただければなと。そうですね。あなたの好きに聴いてもらえたら一番いいなと。それが一番よろしい。それが一番よろしいはずだと。はい。合わせて、はい、47都道府県を回るツアー、はい、日の出行脚の開催も決定しております。やったぜ、はい、やったぜ。ありがとうございます。笑いが止まらないですね。笑いが止まんねえよ。もうガハハガハガハガハ。まだ終わってねえのに行かれて。47ですからね。すごいですよ。台湾も一般公募して、そうですね、いろんな人とやれる機会があるんじゃないかな。これでも多分応募してくれる人もそうだけど、はい、俺らもめちゃめちゃ楽しみだよ。まあまあ、何よ、めちゃめちゃ楽しみにしてますよ、ね、楽しみに聞いてますから、ね、どうしどうし、こちらまで何も出ないんですけど。まあ、そのツアーがですね、初日が2019年11月17日金曜日、はい、金曜日千葉ルックを皮切りに、皮切りにね、皮切りに、皮切っちゃいます。皮切っちゃいましょう、はい、でファイナルが来年ですね、2020年7月17日これまた金曜日、ゼップライバーシティ東京。あ、そんなネイルですね。ゼップライバーシティ東京で、はい、半年後ぐらいですか。だからツアー始まって年ですね。来年の夏ですからね。そうですね、相当先ですよ。そうですよ、今夏終わったとこですからね。終わったところですけど。夏の始まりにツアーファイナルがゼップダイバーシティ東京であると。はい、そうですね。これはめでたいですね。まあ、詳しくはオフィシャルチャイサイトをチェックしてください。はい、はい、ここでここで、おお、お待ちかねの皆さん、お待ちかねの EMTG 恒例、はい、ファイ検索ワードということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ファイ検索ワード、まあ、我々がですね、まあ、最近興味があって検索したワードとその理由、検索結果について一言話そうじゃないかと。はい、はい、誰か一人でみたいな。俺この間やって、確か、何だったっけな、カレーとかかな、カレーとかだった気がする。カレーの作り方、それ見た気がする。あ、本当。美味しいカレーの作り方みたいな。その時はもうすごい凝ってて、もう今一切作ってないですけどね、カレー。一切作ってない。鍋触ってないんですけど。なるほどね。包丁も触ってないんですけど。だから一人なんかさ、検索ワード出しましょうよ。誰が行きます？誰が行きます？俺放送できない可能性ある。そうですね。まあ、じゃあ、ユースケンです。ユースケンさんがいいですね。これちょっと見ていいですか。一番可愛いものが検索してそうだし。ハムスター。買い物。あ、俺、モンハンワールド攻略だわ。うわ、すいません。すいません。すいません。それはね。いや、めっちゃね、今、素材集めてる。これは簡単ですよ。あ、これは簡単ですね。まあ、楽しいですか。やっぱ楽しいですよ。ゲームは。ゲーム、お好きですか。最高です。よかったです。はい、すいませんでした。以上以上、せーの、エドでした。